船が見えますね。船が見えますね。はい、これです。先ほど、ね、ちゃんと料金入場してますよ、結構んで、こういうで、ほら、すごいでしょ、結構バズが多くて、すごいでしょ。まあ、明るすぎてすみませんね。で、先ほどの上からとすが、こういう状況ですね。こういうことです。結構、まあ、大変まあ、そこからね、結構で、こういうしてで、こうあるんですよ。もし撮影に見たら、こういう影にいてくださいというわけで、こういう状況ですね。いいでしょう、これが港です。そこはどうして、まあ、いろいろあるんだ。で、ここから歩いていきましょう。で、ここが船の受付所で、ここで手続きして乗ってくださいね。こういうふうにね、基本はこうです。船であって、結構私もここまで初めてです。前代未聞です、ね、そんなもんでコーヒー、ね、ちょっとでは ああいう人たちがよう見てます。で、こういうわけ今買いました ね。こういうね、電動室結構すごいでしょ。これがもう、これが船の名前ですね。よーく見てください。ちゃんとやってますよ。で、こういう、ね、いろいろ。で、結構。で、これが船ですね。いろいろあるんで。ほんで、あそこがいろんな店の名前ですね。あと、きれいでしょ、結構。私も初めて行ったんで、もうちょっと接近しますね。音的に、ね、はい、ここで説明。これがです。すごいでしょ、こういう、いろんなとこ、こう、神戸タオルですね。まあ、神戸タオルなんでよ、ファーっていうか、そうな、こう来るか丸めて、多分それはまた言いますが、口で言うより、ね、書いて説明しないとダメなんで、ダメなんで、そういうことです。兵庫県の皆さん、ちゃんと乗ってますよ。あともう一つ、危機宣言かな、非常事態宣言かな、あの時、うん、本当に止められたんですか。世界中で出入国規制とかしたようやけど、あれ止められた、今何か感染率か汚染率か平行線の数値です。びっくりですよ。日本でも公開してますから、いろんな自治体公開してるんですね。ここですね、対策は中やってますからね。で、こうやってつ、ね、これが最もです。はい、私の時はなかったんやけど、いろんな店あちらなんでね。まあ、後ほど言いますね。それでは。